最後の贈り物。70年もの時間を一緒に過ごした夫を天国へ見送る最後の瞬間、おばあさんは夫に最後のキスをプレゼントしました。今月19日、最後のキスを交わした老夫婦の話がインターネットで紹介され、多くの人々が涙を流しました。メディアによると、写真の中の夫婦は、若い頃から喧嘩など一度もないおしどり夫婦でした。おじいさんは、生涯、おばあさんだけを思う純情派男性であり、おばあさんもおじいさんにいつも温かい微笑みを見せていました。そんな夫婦の歳月が流れ、病気になってしまったおじいさんは正気を失い、子供のように怒鳴ったりわがままを言うようになってしまいました。そんな時でもおばあさんは不満を言わず、おじいさんをお風呂に入れたり、ご飯と薬を準備しました。しかし、おばあさんの目心のこもった介護も虚しく、おじいさんの病は悪化していきました。おじいさんには、もう時間が残されていませんでした。2016年、おじいさんが重患者室でおばあさんの姿を探していました。いつもと違って切迫して残念な口調で、おじいさんの声を聞いたおばあさんは急いで病室に入ろうとしました。しかし、その前にお医者さんがおじいさんに残された時間はありませんとおばあさんに伝えました。まだおじいさんを天国に送る準備ができていなかったおばあさんの目にはたくさんの涙が溢れていました。病室の中に横になっていたおじいさんは、いつになくはっきりした目でおばあさんを見つめながら、私に最後のキスをしてくれと話しました。突然の要求におばあさんは驚きましたが、ゆっくり体をかがめて、おじいさんの唇にキスをしました。おばあさんがキスをしたとき、おじいさんは微笑んでいました。また、来世で会おうこれが、おじいさんの最後の言葉でした。おばあさんとおじいさんの息子が、この瞬間を写真に残していました。その後、香港フィルムフェスティバルで金賞を受賞したようです。切なくて美しいラブストーリーの話は、マスコミを通じて公開され、多くの人たちの涙腺を刺激しました。息子の話によると、おじいさんが亡くなった後も、おばあさんは、よく、この写真を眺めているようです。おばあさんは、メディアのインタビューで、70年間、ずっと一緒に過ごした時間を、どうやって一瞬で終わらせるだろうか。相変わらず、おじいさんが恋しいと、言葉を残しています。いかがでしたか？どんな状態になっても、一度は愛した人なので、大事に思ってしまいますよね。しかも、最後となるとなおさら、寂しくなってしまいますね。あなたはどう思いましたか？今回の動画を多くの方に見て知ってもらいたいです。動画をグッド評価していただけると、動画が拡散され、より多くの方々に知っていただくことができます。ご協力いただける方はよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。